こんにちは、アウトドア夫婦です。今日は、沖縄市にある大盤振る舞いという漁師食堂にやってきました。何でもコスパ抜群で大盤振る舞い、文字通り大盤振る舞いの料理が食べられると有名なところです。ね、ずっと来てみたかったんですよ。ね、もう楽しみです。大盤振る舞いは沖縄に4カ所あって、那覇、西原町、沖縄市と、もう一つは本部、北部の方の本部に4カ所あります。それでは早速潜入していきたいと思います。いかにも漁師食堂っぽいですね。なんかめちゃくちゃメニューも豊富にあって、どれを食べるかめちゃくちゃ迷う。美味しそうだね。ね、食券で買うシステムになっています。と、こちらの方には日替わりメニューということで、こちらは現金会計になるんですけど、いろいろな豊富なメニューがあります。先に味噌汁が運ばれてきたんですが、自分で具材を取りに行って、ここで見て食べてくださいということです。面白いですね。定食を頼まないと多分ついてこない。あ、そっかそっか。そう、定食を頼んだから味噌汁ついてる。味噌汁といえばわかめも入れましょう。これは何ですか？何だろうね、これ白子？白子っぽくない？わからんけど白子っぽい。うわー、うまそう。皆さん見てください、この。やばい。こっちが大盤振る舞いで、こっちは小盤振る舞い。そう。なんか女性向けはこっちって書いてたから、多分食べれないからあんまり多いと、うん、私はこっちにしました。天ぷらある方がうまそうだ。天ぷらもね、すごいから、ほら、ほらじゃーん、やばいよ。すごい量も多いし、ね、羨ましいな。ちょうどいいね。じゃあ、いただきましょうか。いただきます。何なんだろうな、これ。何だろう。いただきます。いただきます。あ、やわらかい。あ、カツオかな。うん、おー、うん、見てこのサイズ、やばくないですか？やばいね。いただきます。うん、やわらかい。カツオじゃない、ね、やわらかいよね。うん、めちゃくちゃやわらかいな。どんどんいきます。次はこちら、なんだろう、タイかな。小判振る舞いで、うん、いくら？1180円くらい。安い、うん、天ぷらそんなもりもりで、ね、俺のはこれでご飯と味噌汁付きでなんと1000円です。安いね。お札1枚よ、うん、このボリュームで。魚すごい柔らかい。めっちゃ柔らかい。これ、この油、めちゃくちゃ油乗ってる。油、炙り、カツオかな。甘みがあってうまい、うん、やっぱ油最高やな。え、でもこの炙りもさ、これマグロの多分炙りかな。あ、めっちゃ炙りもってる。そうかも、うん、味噌汁も魚の出汁っぽい味、はい、美味しい。炙り分厚くね、厚さちょうど、うん、やばい、マジでやばい。見て、語彙力マジでなくなる。
何の天ぷらそれ。いいよこれ。魚それ。うん。これ天ぷらってことにしれ。でもこれが刺身と天ぷら両方食えるからいい。もうちょっと一口食べてみる。いいの。ここかじって。え、やばい。トロトロ。うん。聞こえますか、この音。今日タイ。めっちゃ聞こえるわ、この音。タイ、タイはうまい。タイはめでたい。とってもいいです。マグロだね、これは。うん。でも、正直言って、もうちょっとそこまでじゃない、ないんじゃないかなって予想してたんですよ。来る前は。まあ、量が多いだけで普通なんじゃないかって思ってたけど、食べたら魚すっごい柔らかくて美味しい、ね、これって白子？白子じゃない。ちっちゃい頃白子食ってジンマシン出たんだよ。大丈夫かな。ちょっと食ってみよう。半分ちょっとちょっとにして、ちょっと救急車呼ぶ準備しといて。どう？あれこれ白子かな。うん、でも美味しいね。白子それ。うん。なんかレバーっぽい味した。やばい。うちもでもちょっとこのトロトロ系ちょっと魚卵みたいで、ね、ちょっと。ああそっか。白子の天ぷらさっき食べたんですけど、それは超うまい、ね、あれめっちゃうまそう。サクサクで中身がトロトロでもうとろけてやばかった。天ぷらだったら食べれる。天ぷらうまいね。やっぱ生がちょっと苦手かも。あれ早くやってでお刺身食べたことないから。あ、醤油足りなかった。つけなさすぎる、うん、それはどんまいだ、うん、いい。やっぱレモンよりそれの方が美味しいと思います。まあ、そうさまでした。いやもう私は本当に大満足でしたね。大盤振る舞い定食と、こちらの小盤振る舞い定食、俺は小判振る舞い定食が魅力的でした、うん、なんか刺身だけだとやっぱちょっと飽きてくるかなっても思うから、天ぷらがあることで本当に天ぷらも美味しくて、どっちもこうちょうどいい量で満足に食べられますね。もうね、腹つえは腹つえ、腹つえ本当にめっちゃ腹つえは、まあ、腹つえって秋田弁でお腹いっぱいという意味です。決してお腹がお腹壊すとか壊すのが強いとかそういう意味ではありません。腹が最、俺の腹が最強だという意味ではありませんご注意。梅の腹強いか、うん、梅の腹殴っても強いんでねえか。俺も腹強い。殴っていいか、腹強い。そういう意味でね、おめえ殴るな、おめえ、その腹の方ではこれから潮干狩りに行きたいと思うので、またその動画も見てくださいね。ではまた次の動画で。何じゃ下手くそなんだよ。え、でも黒くもできるじゃん、フェードで。まあ、手が小さいからじゃん。ここに切ってやる。